ふんばき家族皆様、こんにちは。ふんばきです。ふんばきチャンネルは韓国人、저는한국인입니다。韓国人が韓国コスメを成分分析し、成分よく効果のある韓国コスメを伝えるチャンネルです。まだ小さい効果を感じれるスキンケアラインと韓国カラーコスメも伝えています。スキンケアは口コミではありません。コスメは成分です。もう口コミで失敗するスキンケアはやめて成分を見て選びましょう。ふんばき家族皆様、こんばんは。ふんばきです。今日はセリマックスデュアルバリア特集です。セリマックスデュアルバリアラインは肌バリア機能を高めて肌を根本的に健康にしてくれるセラミド高配合のラインです。ではセラミドについて詳しく説明します。まずセラミドは皮膚角質細胞間脂質です。角層に存在します。この絵を見ながら説明します。ここが角層で、これが角質細胞で、この間に存在するのが角質間脂質でセラミドです。この角層を大事にしないと、カサカサな肌、粉が吹く不健康な肌になります。ですので、角質間細胞の間に存在するセラミドを塗ることはとっても大事です。まず、トーナーの成分から見ていきたいと思います。セリマックスデュアルバリアクリームトーナー 150ml 9.10 錠価格1900円から。ベース成分はセセ水、溶剤の DPG、 保湿成分グリセリン、グリセレス26、防腐剤としては1ネクサンジオルを使用してます。ここまでがベース成分となります。次に多く配合されている成分はテトライソステアリン酸、パンタエリスリチルで、皮膚の中の水分が蒸発するのを遮断する成分で、皮膚膜形成剤です。次にパンテノールが配合されて角層を強化してくれます。次にペニルトリメチコンは皮膜形成剤です。次、皮膚天然保湿因子成分トリカプリル酸、カプリン酸、グリセリルでとっても良い保湿剤が配合されて、次に皮膜合成剤でもあって若い人の皮膚に多く存在するパルトレン酸を多く含んでるマカダミア種子油が配合されてます。マカダミア種子油は老化防止につながるオイルです。次にカサカサになった肌を滑らかにしてくれるアラントインと保湿効果に優れてるパントラクトンが配合されて、次から有効成分セラミドが5種類配合されてます。まだ肌の内側から水分たっぷりにふくらっとしてくれるヘキサカルボキシメチルペプチド 12-7NA も配合してますので、とっても成分合成が良いです。もちろん皮膚の自らセラミドを作り出すようにするフィットフィンゴシンも配合されてます。その他の成分は保湿剤や化粧品を作るとき必要な乳化剤、粘土調整剤、防腐剤、繊維安定化剤などが配合されてます。まとめますと、肌の水分をきちんと保護しながら角層を強くしてくれるとっても良いセラミドトーナーで、心配がちな敏感肌のための臨床試験も終えた低刺激着酸性トーナーです。ここまで良いセラミドトーナーはなかなかないですので、ぜひ参考にしてください。では使用感です。とろっとした液体が入ってとっても滑らかな液体です。塗ってはスッと吸収されて肌がしっとりする香りのない化粧水です。次に紹介する商品はセリマックスデュアルバリアブスティングセラムです。9.5 式通常価格は2400円からです。全成分を見ますと、先ほど紹介しましたトーナーの成分とほぼ一緒です。水気が多いか水気が少ないかの違いです。トーナーかセラムかは好きなテクスチャーで選ぶと良いです。では使用感です。
粘度の高い液体が入って塗りますと伸びがとっても良いです。スルスル塗れるタイプのセラムで全般的に塗りますとしっとりするがベタつきのないセラムです。香りもないです。次に紹介する商品はセリマックスデュアルバリアスキンウェアラブルクリームです。トーナーと成分が少し違いますが全成分を見ながら説明します。セリマックスデュアルバリアスキンウェアラブルクリーム9.5式通常価格2800円から。全成分を見ますとベース成分は精製水、保湿成分グリセリン、天然保湿因子保湿成分トリカプリル酸カプリン酸グリセリル、さっぱり系の保湿成分 BG、 抗菌効果を持つ保湿成分プロパンジオル、乳化剤のステアリン酸、次にセテアリルアルコール、ほぼのクリームにはセテアリルアルコールが配合されてます。乳化剤としても使えてクリームの吸収力も高めてくれる成分です。次に皮膚膜を形成して肌の水分が蒸発するのを遮断してくれるメチルトリメチコン、次カプリリルメチコンもシリコンオイルで皮膚膜を形成して肌の水分が蒸発するのを遮断してくれる成分です。防剤としては1ヘクサンジオールを使用してます。ここまでが主なる成分です。肌の水分維持、肌の水分が蒸発しないために必要な成分を合配合しているのがわかります。次に乳化安定剤の C12-16 アルコール、皮膚膜強化成分パンテノル、皮膚膜形成オイル、オリーブ果実油、溶剤としては DPG、 荒れた肌に良いアラントイン、良い保湿剤パントラクトン、次に肌のコンディショニングを良くする麦芽エキスが配合されて、その後からセラミドが5種類配合されてます。次はトーナーで説明しました。ヘキサカルボキシメチルチペプチド 12-7NA フィットフィンゴシンが配合されてます。その後の成分は保湿成分、乳化剤、粘土調整剤、酸化防止剤など化粧品を作る時に必要な成分が配合されてます。まとめますと、肌に皮膚膜を形成させてセラミドで肌バリア機能を高めるクリームです。ではクリームを塗った後の臨床試験の結果を見せたいと思います。クリームを4週間使用後、水分バリア改善効果がプラス 21.63% 改善されて、肌表面の保湿、肌バリア改善効果は4週間使用後プラス 16.92% 改善されているのがわかります。肌バリア改善にとっても良いクリームですので、ぜひ参考にしてください。では使用感です。出しますとこってりとしたクリームが出て、塗りますと伸びがとっても良いです。伸びがとっても良いけれど、全般的に塗ってはベタつきはなく肌がしっとりするクリームです。香りはないです。次に紹介する商品はセリマックスデュアルバリアジェルクレンジャーです。メイクなどを落とすのは難しいですが、朝の洗顔、化粧してない時はぜひおすすめするジェルクレンジャーです。弱酸性洗顔料で低刺激テストも受けてるクレンジャーで、ココナッツオイルから抽出した良性界面活性剤の天然界面活性剤ココベタイン、ココアホージ酢酸 DNA、 インイオン界面活性剤のココイルグルシン K が使用され、優しい洗浄力で刺激の少ない洗浄成分を使用してます。それに保湿成分とセラミドが5種類配合されているクレンジャーです。肌自らセラミドを作らす役割をするフィットフィンゴシンまで配合してますので、本当に良いクレンジャーです。では使用感です。出しますと透明な液体が入って、泡を立てますとふんわりと柔らかい泡が出てきて、洗い流しますと肌がしっとりします。
次に紹介する商品はセリマックストゥアルバリアウォーターリーサンクリームです。価格は9点公式通常価格3200円からです。酸化塩ベースのノンナノ酸クリームです。これが全成分内容ですが、成分一つ一つずつ説明するととっても長くなりますので、簡単にまとめて説明します。酸化亜鉛は炎症を起こしている肌を鎮静させる役割もする紫外線散乱剤の日焼け止めです。その他の成分は抗生オイル、シリコンオイルが中心になって、成分最後にセラミドが配合されている日焼け止めです。抗生オイル、シルクンオイルが多く配合されてるから悪い日焼け止めだと思うかもしれないですが、ほぼの日焼け止めは抗生オイルとシルクンオイルで構成されてます。毛穴に負担をかけずに肌に水分膜を形成させて、肌の水分が蒸発しないようにするのには抗生オイルとシリコンオイルが効果的です。まだこのサンクリームはノンナノサンクリームですが、ノンナノではない日焼け止め剤は肌奥に浸透する可能性が高くなるので敏感肌には良くないです。ですのでプンパキはノンナノサンクリームをおすすめします。まだこのサンクリームにもヘキサカルボキシメチルジペプチド 12-7NA も 1% 配合されてますので、肌の内側から潤う日焼け止めとなります。塗ってみましたが、超乾燥肌には物足りないものの、普通に使うのにはしっとりする日焼け止めです。では使用感です。白いサンクリームが入って、香りはローズマリーバイユを交配合してますので、さっぱり系のローズマリーの香りがします。塗りますと伸びがとっても良いです。伸びがとってもよく、全般的に塗りますと少しトーンアップ効果があります。顔に塗った時はしっとりするが、ベタつきのない日焼け止めです。抗生オイルやシリコンオイルが多く配合された分、化粧するとき、ファンデーションと相性がとっても良いサンクリームになります。ここまでがセリマックストゥアルバリアラインの紹介です。敏感肌を持つ174名の方と21ヶ月間時間をかけて作り上げたトゥアルバリアのスキンケアラインですので、敏感肌の方や肌バリア機能を高めたい方にぜひおすすめするラインです。ではこの動画が参考になった方、少しでも良いなと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録は動画作りの励みになります。では次の動画で会いましょう。